おはようございます。チケット回しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。気をつけろ。私はね、嫉妬深いです。この前話したんですけど、ね、鬼コンボをずっとタクトで使ってるわけですよ。ドラゴンクエストタクトでね。闘技場というモードがありましてですね。闘技場っていうのはまあね、いわゆる他のプレイヤーが作ったチーム、育てたモンスターと、まあ、NPC なんでね、気軽なく戦えるんですけど、これ対人だったら本当に荒れてたね。NPC なんで気軽に戦えるんですけどね、その NPC のチームと戦うというものなんですよ。私のチームがですね、まあこんな感じにポイント出しておきますね。はい、こんな感じなんですよ。まあね、今でも B ランクのキラーパンサーがいるんですよ。この涙ぐましい努力わかりますか？いや、わかんねえよ。わかってほしくないわ、むしろ。ねえ。だから1年やってきた無課金の人がまだキラーパンサー入れてるよみたいなとこあるんですよ。まあ闘技場のパーティーになってもどこ開いてもね、なんかもうこんな感じでこんなのなんか本当にね、なんかガチャの塊みたいなやつしかいないんですよ。こうやってほら、もうお前らなんでそんな守ってんのかな。さあ、残すはフレッシュマン大会魔法使いと戦士ということになりました。この2つもね、この前の僧侶みたいにね、レベルが上がった状態なんで、まあ最後の決勝戦が一番肝になってくるっていうレベルですね。まああと言うなれば、戦士はともかく魔法使いに関しては職業相性がこの前みたいに発動しないので、まあ武闘家みたいにね、まあ厳しい HP でね、相性もないチームでやらないといけないということなんですけどね。あと鬼コンボを必ず使わないといけないということですね。はい。というわけで今日もやっていきましょうか。魔法使いで参ります。さあ、ね、ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリーということでね、この PV をまた見るときにやってきた魔法使いのチームがいざ登場。魔導士の鉄球魔神大魔導というね、大魔導がね、悪魔神官に変わってるやつはよく見たことあんな。ちなみにもう片方のピクシーゴーストはクソほど見たからもう触れないでおくわ。これ毎回言ってそう。レディース&ジェントルマン、バトルロードファンの皆様大変長くお待たせいたしました。最強魔法使い決定戦の開催を宣言いたしますということでね。はい。まあね、勝つまでやりますよ。今回もね、勝つまで僕が最強になるまで何回もこの大会をね、めっちゃ噛んだわ。大会を開催してもらうんでね。はい、ついに最強の魔法使い決める時が来たからね。最強の魔法使いのパーティーはちゃんと決まってんだよ。ある意味。さあ、というわけで始まりましたよ。今回はこの伸びた、いや、元にメガネです。翼です。はい、匠ではありません。ね。さあ、翼か。翼のパーティーね、実はね、強いんだよな、そこそこ。1回戦ですよ。まあこの辺りでつまずきたくはないね。一応ちょっとね、魔法使いレベルも上げといたんで、理不尽じゃない程度に。そうだね、鬼闘士とメタルライダーが来るね。まあ相性はこの辺りはないんで、サクッといきたいところでありますね。魔法使いの装備を何にするかすごい考えたところです。まあ、今回はね、安定安倍マジカルメイスで参ります。魔法使いではね、このマジカルメイス感はありますね。そしてやっぱり賢者のローブ、まあこれはお供のせいですね。アークデーモンと大きい打ちで参ります。コングヘッドは今回お休み。さあ、魔法使いレベルはね、30ぐらいまで上げといたんで、まあ、これで互角ぐらいの戦いができるんじゃないでしょうか。さあ、再びね、まあ、このお供自体は僧侶の時も使った2体ですね。まあ、単純にアークデーモンが意外と使いやすいんですよ。ただ、今回の戦いでは串刺しを使用した方がいいのかな。魔法使い大会って、まあ、魔法で固めたいところであるんですけど、どうしても魔法の通りが悪いんですよ、メンツ的に。今回のメタルライダーと鬼闘士。ともともね、まあ呪文はあんま効かないタイプなんで、まあこっちも逆にね、そんな食らわないです。まあイオラに関しても全然食らわないと思います。まあだから、まあ逆にでも安定打点を取って鬼コンボでフィニッシュっていうのもありですね。向こう盾なんだろう、見てなかったな。さあ、あとは大きい図の起点試合。いきます。空高くパワースタンプ。よいしょー、ナイスナイス。やるじゃん。あ、聖堂盾持ってんのか。聖堂盾持ってるとウルトラスタンプのガードの可能性あるから、ちょっとねー、怖いね。ああ。レベル30。魔法使い、シャダルゴね。安定打点でいこう。ゆっくり詰めていけばいいですから。3ターン目までに、4ターン目の開始までに倒せれば。ああ、まあ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 、十分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 。いいよ、十分。ゆっくり。しっかりゆっくり詰めていけば大丈夫だよ。さすがに相当、まあ、痛恨麻痺でやばいっていう感じかな。よーいやー、避けねえなー。賢者のローブ着せた理由は、まあ、アークデーモンの完成、ナイス、やったわ。行きましょう、召喚鬼コンボ。いざ勇敢鬼コンボ出陣じゃー。タクトの怒りぶつけてこい。今でも1年間振るったタクトの鬼コンボ、無凸鬼コンボ、うおら。やっぱガードした。
やる。やっぱこの破壊力がロマンだよね。さあ、2回戦ですよ。まあ、チームはこのまま固定にはなるんでね。まあ、どうしても、大きいうちやアークデモの起源したい。これだー、これ、鬼門だったー、忘れてたー、こいつら鬼門だわ。魔法使い者がちゃんと発動するミニモンチームなんで、HP が高いし、うわー、まあ、不安要素だらけですよ。いや、参ったなー。普通に強いチームなんだよな。むしろアークデーモンは確かに強いモンスターであるけどさ、個人的にはベビーサターンの方が使いやすいんだよな。いやー、まいった。これやっぱパワースタンプ次第。あとはアークデーモンの串刺しが避けられる可能性は大いにあるんだよな。大会モードだし、向こう聖堂盾持ってるもんな。ヨナゾンの方が良かったか。で、ベビーサターンのヨナゾンはですね、特殊仕様、痛恨が出る魔法です。さあ、えい、やっぱりか、やはりか。で、子守歌が不安要素。あ、竜巻も嫌だな。竜巻も結局ね、結構ガタテンもらうんだよ。あ、いいよけ、いいよけ。痛恨分取り返したよ、これ。いやー、でもこっち HP 低いからね、一つ一つの痛恨がね、本当に余地になってくるんですよ。うわー、避けないなー。レベル30だしなー。賢者のロボ来てんのに。さあ、串刺し行け。よいしょ、よく当たった。よしよし、よく当たってるから、ジムジムジム、よく当たってる、よし、よく当ててる、よく当ててる。パワースタンプ、よいしょ、あー、ぷこーん。いやー、これ詰めるから、鬼コンボ。これさー、かなり厳しいな、削んの。いやー、まあこんなもんだよね。安定で取ってくか。パワースタンプ次第だけどね、本当に。大ゲージのパワースタンプが一回当たるだけで違う。フールブレイクは打てないんですよ、どうしても。賢さが100ぐらいですか、まだ。まあ、レベルが低い分ね、まだフールブレイクのダメージも上昇しないし、避けられる可能性、ガードされる可能性が非常に高いんですよね。だから、打つことはちょっとね、厳しいな。で、まあ、こうしてるわけですけど、ここね、初見で突破してる実況者多いんだよな。なんでだろう。普通にここ、鬼門だと思うんだけど、僕。なんだったら、ちょっと待って、濃厚な負け筋見えてますよ、今、僕、これ。いやー、待って待って待って、やばい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 って。きついきついきついきつきつなって思いました。ヨナズンで200ちょっとだな。でも、あ、まあ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 、いやー、どうしよう。あ、こぼれた。これ主人公入れたらやばいな。大丈夫。悪伝かー。これ大きい率頼むよ。これ大きい率当てないときついわ。頼む。空高くパワーサプン、よいしょよいしょ。あー、いくか。これ負け筋ありますよ。主人公ガード負け筋。さあ、アークデモも寝てるんで、もう行きましょう。さあ、 HP は同率、ここで決めろ。通過ウルトラサンサンサンの、うわー、よっしゃ、入った。危ないわ、ヒヤヒヤさせてる。めっちゃヒヤヒヤする。さあ、3回戦です。3回戦はさっきと違って、まあ職業相性が確かなかったはずなんですよ。一つだけ言うなれば、この毒針とかいうよくわからない装備を持ってることです。最大の不安要素、毒針です。毒針っていうのは何なのかって言いますと、赤技の急所突きって技があって、あれがまあうまく当たれば、その HP 分の、だからモンスター 1体分の HP を削るとかいう、なんかチートみたいな能力を持っています。まあめったなことかと限り当たんないんですけど、どっちかといえば夜の帝王が甘い息持ってることと、猛毒の息っていう青技の方がきついかなっていう感じですね。あとクロスウィングは通行率高いですね。甘い息怖いよ。よし、オッケー、ナイス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 。大会モードでそのね、全部避けはでかい。精神的にもでかいからね。まさか急所突きがね、当たるなんてことはそうそうないんで大丈夫でしょう。ほらね。ほらね。当たる実況者見たことないからね、基本的に。なんか、地球者好き、やばいじゃないかって言ってさ、当たる実況者見たことないもん。大丈夫、大丈夫。ここは、スパッと突破したいね。盾も聖女の盾です。ウルトラスタンプがよく支えそうなんでね。ウルトラスタンプ盾がね、まあ、魔法使い大会で、かつ打撃に弱いやつ、連中が集まってるんで、まあ、アナウンス出るほどじゃないんですけど。なんで、まあ、ウルトラスタンプの取りがすごくいい。あ、ベイラもやばい。まあ、恐るるに足らずって感じですかね。夜の帝王がいるから、呪文もよく通るしね。イオナズンで、いやー、めっちゃ出る、いいよ。本当になんかこの縛りね、アークデーモンが使い勝手がいい。そんな強かったか、お前みたいなね。あはー、ポコーン。
この縛りやってるとね、思うんですよ。普段相性とか考えずにこうやって組むことなんて、考えてジャッと組むじゃないですか。で、その中で僕ね、個人的な自己満でキャラランク表みたいなの作ったことあるんです。スマブラの。大丈夫かな？大丈夫。なんかスマブラのキャラランク表みたいなの作ったことあるんですよ。その時に、並べた時に、大きいうちはともかく、アークデーモンとコングヘッドの評価って僕すごい落としてるんですよ。まあ、なんか耐久ボロボロだし、状態上も強いわけじゃないからね。っていう主観でね、下げてあるんですけど、この縛りやってるとね、なんかアークデーモンがめちゃくちゃ強いんじゃないかって思うようになってきた。コングヘッド、アークデーモンがね、めちゃくちゃなんか強くなってきた。今まで評価が低かったさ、アークデーモンやコングヘッドが、なんかめちゃくちゃ強いモンスターに見えてくるもん。アークデーモンとかよく考えたらさ、ユアナソンとクシタシどっちも強いんだよね。攻撃面はな。攻撃面だけなんよ。通行出てもまあ別に大丈夫。これ多分次のウルトラスタンプで終わる。大丈夫、ウルトラスタンプ圏内です。ここまでいけば。必中なんでね、ガードされなければね。よいしょー、ナイスー。あり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 、はいはいはい。十字銀カチカチするだけで勝ちでーす。え、待って、これ、賢者にしたっけ。あ、無駄。あ、無駄。ドラゴンオーブ、そんなもの。そんなものでさ、そんなものでウルトラスタンプを耐えると思っているのかい。震えろよ。こっちはドラクエタクト S ランク鬼コンボ様のお通りじゃ。ウルトラスタンプ、あ。ドラゴンオーブだいぶ経験したな。